ルインダは、ロシア帝国で建造された、スクリューコルベットである。後、一等巡洋艦に類別された。官米は、1698年に、クーデターの権威で、ピョートル一世によって廃止されるまで2世紀にわたって、サーリを守り軍事的に大きな影響力を保った、中世ロシアの新衛兵のことで、先代のコルベットから受け継いだ。その構造上、ロシアで、 最初の防護巡洋艦であり、一方で法を併用する最後のロシア製巡洋艦となった。ルイーンナは1883年2月16日にサンクトペテルブルクにあったフランコルース工場のガレールヌイオストロボーク造船所で寄港した。正式には1884年2月16日の寄港とされた。1883年12月3日付で海軍へ。 登録され、1884年には浸水、1886年には竣航し、バルト艦隊へ編入された。1886年から1889年にかけては太平洋の航海を実施した。その間、1888年にはシドニーへ赴き、オーストラリアにおけるイギリス植民地の100周年式典に参加した。 この時の艦長はフィンランド対抗家出身のヒョードル・アベラーン海軍大佐で、士官には海軍将尉としてアレクサンドル・ミハイロビチ大公とマトベイア・アプラークシン、伯爵、海軍中尉としてミハイル・プチャーチンコとニコライ・トルストイ伯爵が上官していた。1892年から1896年にかけては大西洋の航海を実施した。 1892年2月1日に海軍で新しい類別が採用されると B 茶師は新たに制定された一等巡洋艦に類別を変更された。1906年3月24日には練習艦に類別を変更された。1917年の2月革命によって臨時政府所属艦となり解放者を意味するオスボボジーテリに解消された。 その後、赤軍によって接収されたが、1918年5月には保管状態に入れられた。ロシア内戦の終結後、1922年5月12日付で除籍され、解体された。ありがとうございます。